ディークシャーブーミのストゥーパディークシャーブーミとは、インドにある仏教の聖地。アーンベードカルが1956年10月14日に、およそ3万8000人の信徒と共に仏教に、改修し、仏教復興運動を創始した地である。アーンベードカルの仏教への改修は、インドにおいて今なお多くの人々の導きたり得ている。ディークシャーブーミは、 マハーラーシュトラ州、ナーグプール県のナーグプールにあり、インドにおける、仏教徒の巡礼地となっている。毎年、幾多の巡礼者がディークシャーブミを訪れる。特に人が増えるのは、アショーカ王の改修記念日にあたる10月14日である。この地には巨大なストゥーパが建立されている。時義的には、ディークシャーは、信仰に帰依することを意味する。 仏教徒にとってのディークシャーは、キリスト教にとっての先例に等しいものである。ブーミーとは、土地のことである。つまり、文字通り、ディークシャーブーミーとは、人々が仏教に改修する地を意味する。アーンベイドカルーの人生において、とても重要な意味を持つ、土地二箇所のうちの一つである。ディークシャーブーミーはその美しい建築物や、歴史的意義からも知られている。 インドに訪れる観光客にとってメインスポットの一つでもある。アーンベイドカルは1935年にはっきりとこう述べている。私はヒンドゥーとして生まれはしたがそのまま死ぬわけではない。この宣言の後、彼はあらゆる主要宗教の教義を徹底的に研究し、その末に彼自身や彼の信奉者たちにふさわしい信仰として仏教を選んだ。 アーンベイドカルが、ナーグプールを、集団回収儀礼の場に選んだのは、同地での彼による演説によれば、ごく初期からナーグプールには仏教を信奉し、それを多大な努力で支えてきたナーグの人が暮らした、土地であったからである。ナーグプールのラームダースペート地区近くの広場で、回収式典が行われた。1956年10月14日、アーンベイドカルと、彼の妻は、 釈尊入滅の畜しながらに止め重していたビルマゾ八83歳のチャンドラマニー長老を開始として招き、キエ三方と誤解の誓いを行った。続いてアーンベイドカルは、そのキエ三方と誤解と22二二の制約を彼の呼びかけに応じて集まった、何万人もの人々と共に唱えた。 ビーム・ラーオ・アンベイドカル1956年12月6日にアーンベイドカルはこの世を去った。彼の死後、ディクシャーブ海ミの運営管理に当たっているのがアーンベイドカル博士記念委員会である。この運営委員会が多数の人々による仏教への集団回収の記念碑としてこの地にストーパを建立することを決定した。聖地であるディークシャーブ海ミの仏塔の衣装は 有名な建築家である塩ダン断丸によるものである。ストゥーパの建設は1978年7月に始まったが、完成までにはかなりの時間を要した。ムンバイのサーガル社が建造を担当した。ナーラーヤナン大統領による春公式の後、ストゥーパは2001年12月18日に公開されている。一生は、 国際的な名声を得ているサーンチーのストゥーパを下敷きにしており、ディークシャーブーミのものは内部が完全な吹き抜けになっている。また世界でも最大級の吹き抜けを持つストゥーパでもある。中央にはつの像が置かれている。これはナーグプール大学に留学していたタイ人に寄贈されたものである。ここにはゴータマブッダやアーンベイドカルの生涯についての図書や、 写真も集められている。中央上部も吹き抜けになっており、丸天井はベランダで囲まれている。四つに区画された丸天井には、噴水が備えられてもいる。上部には、スラブと、ささやかに装われた日差しがあり、ラジャスターン州ドールプールさんの上質な大理石が、ストゥーパの床板に用いられている。この建物には四つの扉が開かれている。 アショーカチャクラによって装飾された扉は大きな弓形をしている。太古の時代を思わせる馬や像、獅子の彫像がしつらえられている。周囲にはナーグプール工場財団によって整備されている庭園があり、正面にはアーンベイドカルやブッダの像が置かれている。また正面右手には仏の銅像を備えた仏教の少女がある。また、 同じ場所には僧たちの居住施設も作られている。その傍らには、スリランカのアヌラーダプラからの次枝によって植樹された一本の菩提樹が植えられている。この次枝は、僧侶バダンとアーナンド・コーサリーヤーヤンがスリランカから持ってきたとされている。ディークシャーブーミーは国内外を問わず、観光地としても名高い。改修記念日には特にそうだが、 毎年何万という人々が訪れている。日本やタイなど、主に仏教国からの観光客が多い。これは、アンベイドカル自身が1956年に書いた、手紙で挙げた数字である。ザマハボーディボリューム65、P226、クオーテッド・イン・ドクター、アンベイドカル・ブッディズム・バイ・サンガー・シッタ、ライフ・オブ・ボビソヘブ。2009年1月6日閲覧。 プリチェット、フランシス、インザ1950。コロンビア .edu。2009年1月6日閲覧。Untouchables Embrace, Buddha 2 Escape Oppression, ハットプリチェット、フランシス、インザ 1930S。2009年1月6日閲覧。His Famous Speech, ムクティーコンパテ、アット、ムンバイイン1936。プリチェット、フランシス。 ホワイワズ、ナーグプル・チョーズン。2009年1月6日閲覧。ドクター・アンベイドカル・メモリアル・アーキテクト・シオ、ダンマル・パセズ・アウェイ。オネエンジア、2009年1月5日閲覧。プレジデント・ KR、ナラヤナン、セレクテッド・スピーチズ・ ISBN81 億2301万1598ページ175、モダニゼーション・オブ・ブッディズム、コントリビューション・オブ。 アンベイドカルアンドダリ。ラマ14バイレラカルニャから ISBN81 億2120万8130サウザンズビジットディヒッシャブフミイナーグプル。ザヒンドー、2008年7月5日閲覧。ありがとうございます。